はいどうも、しおみんでございます。前の動画でですね、宝塚に来てですね、日本一狭い橋のね、動画を作ったんでございますが、せっかくね宝塚来たんだったら、ちょっとですね宝ジェンヌのね気分にでもね慣れたらなと思ってですね、行ってみたいと思います。はい、宝ジェンヌ御用達のお店、ルマンさんでございます。で、卵サンドですかね、やっぱり食べていきたいと思います。それでは、ということでですね、ルマンさんでサンドイッチ食べてましたという動画でございます。卵サンドが一応有名なんですけど、フルーツサンドとですね、カツサンドかながですね、割と美味しかったですね。はい、よかったよかったって感じでございます。ということでですね、今回の動画終了したいと思います。それでは、いいですね、宝塚もなかなか。こんな感じで、割とね、街並みが綺麗な感じでございます。さすがでございますという感じでございます。それではですね、また違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。